フラメンコ。フラメンコ。フラメンコは、スペイン南部のアンダルシア地方に伝わる芸能で、歌、踊り、ギターの伴奏が主体となっている。フラメンコの歴史と発展には、ヒターのスペインジプシーが主な役割を果たしている。さらに遡ると、ムーア人の影響も見られる。スペインの民衆音楽、舞踏には他に、東北部のアラゴンから発祥したと言われて、 他州でも行われてきたこともある。フラメンコの歴史には不明な点も多い。その祖形の成立は18世紀末と考えられているが、この時期にはまだフラメンコという名称は与えられていなかった。この芸能の成立に大きな影響を与えたのは北の都、いわゆるモーロ人、ムーア人、すなわちイベリア半島や北アフリカに住んでいたイスラム教徒という二つの エスニックグループであった。この二つのエスニックグループの共同が発生した理由として現在考えられているのは、イベリア半島におけるモリスコ、改修イスラム教徒追放令である。1499年のカトリック領王による、モーロジ人追放後も一部のイスラム教徒は、キリスト教徒に改修して、イベリア半島に泊まったが、1609年に改めて、モリスコの追放令が出される。 しかし、モリスコの中には、ヒターノのコミュニティに潜伏してなおもイベリア半島に泊まるものが少なくなかった。この時期に、アンダルシアのヒターノのコミュニティが、モリスコの株運力を大胆に入れ、その結果として生まれたのが、現在フラメンコと呼ばれる芸能なのである。フラメンコを生み出したヒターノのコミュニティにも、定地、グラナダなどのものと、高地、ロンダなどのものがあり、 前者は、ヒターノの音楽であるロマンセの要素を、後者は、ファンダンゴの要素をフラメンコにもたらしたと考えられている。フラメンコ、フランドル地方の音楽という意味という語が、今日知られる意味でのフラメンコに対して用いられるよう、なった時期は、文献から判断する限り19世紀半ばのことで、ある。現在の意味におけるフラメンコという語の書出は1853年に、 マドリードで行われた夜会についてのものであり、1860年頃からはこの語がセビリアでも用いられるようになった。いずれにせよ、フラメンコの起源はアンダルシア地方、中でもセビリアやカディス周辺のアンダルシア西部が本場とされていい。フラメンコが演奏される場は、当初は個人の家などプライベートな空間が中心であった。この時期にはギターが使用されることも少なく、 手拍子や掛け声、晴れをによる伴奏が主であった。こうした状況は、19世紀前半にカフェカンタンテと呼ばれる定期的にフラメンコが上演される飲食店が出現したことで大きく変容する。最初のカフェカンタンテは1842年にセビリアにできたとされるが、19世紀後半に入ると、フラメンコの本場であるアンダルシア以外にも、マドリードやバルセロナなど、 スペイン国内の各地にカフカンタンテが出現し、フラメンコはアンダルシア地方の一民族音楽から大きく飛躍することとなった。またこの時期にはフラメンコの内容も大きく変容し、ギターがフラメンコの主流の楽器となったほか、それまでのヒターノたちの影響を強く受けたカンテヒターノの他に、元からのアンダルシア民謡がフラメンコの影響を受けたカンテアンダースと呼ばれる。 もう一つの新しい流れが生まれた。そして各地にカフェカンタンテが出現したことから、芸能として確立されたフラメンコには、優れた奏者が次々と現れ、フラメンコはより豊かで洗練されたものとなっていった。カフェカンタンテは二十世紀初頭には姿を消し、フラメンコも九百二十年から九百五十年頃までは、低迷期を迎えるが、二十世紀後半になると、 同様の飲食店であるタブラオが出現し、現在までフラメンコの上演の場の大きな部分を占めている。この時期からは、劇場公演やフェスティバルもフラメンコ上演の重要な場となっていった。一方、演じ手の方に目を向けると、20世紀前半では、アントニオ・チャコン、マヌエル・トーレやニーニャ・デロスペーネス、アントニオ・マイレーナやマノロカラ・コールなど、現在に至るフラメンコの処刑式をほぼ、 形作ったとも言える歌い手たちが現れた。ギタリストではクラシックギターの技術を取り入れてフラメンコギターに革新をもたらしたラモン・モントージャーや圧倒的な技術と豊かな音楽性で君臨したサビイカスなどが特筆される。1930から40年代にはフラメンコはカンテボニートと呼ばれる完美な傾向が顕著になり、 ペペ・マルチェーナやファニート・バルデ・ラーマなどに代表される数多くの美声の歌い手たちが大衆の人気を博したが一方で純粋とされるフラメンコは影に隠れた様相となったしかし1953年にギタリストであるペリー・コエル・デリル・ナールによって伝統的な鑑定のアンソロジーが組まれたのを契機に伝統的な鑑定の再評価がなされフアン・タレガやラファエル・ロメロ ペペルデラ・マトローナなど隠れていた名人や、コローの録音や、フェスティバル等への出演が相次いだほか、ウトレーラ芝居などの地方色豊かで、本格的な歌い手たちも世に出た。20世紀後半には、ギター、カンテ、舞踊の各分野で、技術革新を行う人物が次々に登場した。ギターの分野では1960年代に、相次いで登場したマノロ・サン・ルーカルや、 セラニーと中でもとりわけパコデルシアが最も重要な革新者とされる。フラメンコの演奏家として出発したギタリストであるパコデルシアがジャズやクラシックギターの要素を大胆に取り入れギターの奏法やフラメンコの音楽性に革命的な変化をもたらす。その奏法には賛否両論あるがビセンテアミーゴやトマティートなどその系譜を継ぐ若手中堅のギタリストは 現在非常に多い。こうしたフラメンコはフラメンコヌエボ、新フラメンコと呼ばれるようになり、近年ではニューフュージョンやヒップホップミュージックとフラメンコとの融合も盛んに行われていい。カンテの分野ではパコデルシアやトマティートと共に活動した男性歌手カマロンデライスラが名高いほか、エンリケ・モレンテやレブリハーノなどが様々な形でカンテに革新を漏らし、 賛否両論を呼びつつも多くの追随者を生んだ。舞踊の分野では、アントニオ・ガデス、ファルーコ、カルメン・ア・マジャ、マリオ・マジャ、マヌエラ・カラスコ、ホワキン・コルテス、アントニオ・カナーレス、エヴァ・ジェルバブエナなどの名が挙げられる。38年間の長きにわたる、フランシスコ・フランコ独裁政権は、権力集中化を狙って徹底した、隔離政策、検閲、 カトリック教育を行った。唯一、フランコに保護された音楽がフラメンコであり、そのため外国でもてはやされているフラメンコも、本国スペインでは、多感な若者たちが、最も意味嫌う音楽となっていた。フラメンコの再評価、及び個性的なスペインロックが続々と出現するのは、フランコ高い後の1980年代初期であり、英米産ロックのモノマネを出して、 名実ともにスペインロックと呼べるグループが出現するのは1980年代も終わりに近づいてからであった。このほか、指慣らしや足打ちなども多用される。フラメンコにはリズム、コンパスや曲調によって多くの種類がある。他、基本的に観客席からは手拍子、パルマを打たない方が良いと言われる。リズムが難しく、曲調によってリズムが 様々に変化するので、素人が手拍子を打つと、かえって音楽の妨げになってまうというのが、その理由である。逆に、掛け声、晴れをは歓迎される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。